ビオゴンが使えない一眼レフカメラ向けに開発された広角レンズ、ディスタゴンについて解説していきたいと思います。ビオゴンは性能については申し分なかったけど、バックフォーカスがなくて一眼レフには使えなかったんだよな。ミラーが干渉してしまうからね。その点を解消すべく設計されたディスタゴンはコンピューターの威力を発揮して設計された最初期のレンズなんだ。カール・ザイスの中では比較的歴史の、設計者は西ドイツ生まれで、カール・ザイスのレンズ設計者、エルハルト・グラッツェル。彼はそのコンピューターを用いたレンズ設計の代表的な自動計算法であるグラッツェル法を開発した人物で草分け的存在と言えるね。ちなみにホロゴンっていう独創性に富んだ面白いレンズを作っているんだけど、それはまた別の機会に。レンズ構成図が強烈だな。さて、ビオゴンの特徴でもある左右対称のレンズ構成は Y 極や角周差を抑えられる優れた構成だったんだけど、最初に言った通りバックフォーカスが取れない欠点があったんだ。レンジファインダー式が主流の時は問題にならなかったけど、第二次世界大戦後の一眼レフの台頭によって、一眼レフでも装着ができる広角レンズの設計が必要になったんだね。この問題を解決するために設計されたディスタゴンの特徴は、レトロフォーカスと言われる前群を覆う後群を強い凸とする非対称型の構成だよ。別名でガリレオ式望遠鏡とは逆の構成をしていることから逆望遠と呼ばれることもあるけど、今回はレトロフォーカスで統一するね。名称のレトロフォーカスの意味は、レトロは後ろ、フォーカスは焦点で、焦点を後ろに移動させた構成という意味になるんだ。レトロって古いとか解雇的って意味だと思ってたぜ。私も最初そう思って、昔ながらの構成なのかなって思ってたよ。ちなみにこのレトロフォーカスの構成を最初に開発したのはフランスのアンジェニュー社。その構成はこちら、前群を覆う後群を強い凸とする非対称型の構成になってるよね。この構成の周差は無限遠ではよく抑えられるんだけど、近接時には樽型の Y 極が大きく目立ってしまうんだ。だからフローキングを積極的に採用しているんだよ。フローキングってなんだ？浮くのか。穴がち間違ってないんだけど、ピント合わせの際に移動するレンズの一部が他のレンズとは違う動きをすることを、全体の動きに対して浮いているように見えることからフローキングやフロートと呼ばれているんだ。これによって異なるピント位置でも周差を最大限抑えることができる画期的なものなんだよ。現代のレンズでは様々なレンズにフローキングは採用されていて、例えば RF70-200mm F2.8L ISUSM では絞りの後方にフローキングが装備されているんだ。なくてはならない機構と言えるね。ディスタゴンでは1972年に設計された 35mmF1.4 から採用されているよ。しかもこのレンズには非球面レンズも採用されていて、周差を克服しつつ明るさの限界に挑んだ画期的なレンズだったんだ。そして一眼レフの広角レンズといえば、ディスタゴンといえるほど多くのマウント向けに供給されることとなるよ。キヤノン EF、コンタックス、ハッセルブラッド、ライカ、M42、ニコン、ペンタックス、ローライフレックス、ソニー。そのおかげでオールドレンズとして多く流通しているよ。お値段1万5000円前後からとなっております。今現在、現行品で購入できるのはソニー FE の SEL35F14Z と、サイス ZM シリーズのディスタゴン、ディスター、1.4-35ZM になるかな。それぞれのレンズ構成を見てみよう。SEL35F14Z はディスタゴン構成の特徴を引き継いでいるみたいだね。1972年の 35mmF1.4 の構成と比較すると絞り前の構成が特に異なっているね。商材の研磨技術や光圏部材の性能向上によって、貼り合わせや非球面レンズを多用できるようになり、より高性能なレンズを目指してるんだ。一方のサイス ZM シリーズのディスタゴン、ディスター 1.4-35ZM は典型的なディスタゴン構成になっているね。ZM シリーズはゾナーやプラナーでも紹介したように、それぞれの基本的なレンズ構成を意識しながらサイスが持っている最新技術を投入してくるんだ。そして、どちらのレンズも画面中心から周辺までの高い解像力と初周差の良好な補正を謳っているね。さて、ディスタゴン型についてまとめると、
ビオゴンの高い解像力と、各周差の補正を活かしたままフランジバックを長くするためにエルハルト、グラッツェルによって開発されたレンズだよ。フランジバックを伸ばすために、レトロフォーカスと言われる前群を、後群を強い凸とする非対称型の構成で設計。近接撮影時に出てくる強い樽型歪曲や、各周差を抑えるために、フローティング、ピント合わせの際に移動するレンズの一部が、他のレンズとは違う動きをする機構を採用。それにより高い解像力と良好な補正を持っていることから多くのマウントに供給された名玉と言えるね。ちなみにディスタゴンの意味は、ディスタはディスタンス、距離、ゴンはゴン、角度を意味しているよ。特にゴンはサイスの広角レンズの名称でよく登場してくる単語だね。ビオゴン、ディスタゴン、ホロゴン、トポゴン、トラベゴン、ハイペルゴンなどなど。怪獣の名前かな。確かにいそう。さて、以上でディスタゴンの解説は終わりますが、いかがだっただろうか。サイス系レンズの名称に関する疑問が少しでも解ければ嬉しいです。次回はサイス以外のレンズ構成にしようかな。ゾナー、プラナー、ビオゴン、ディスタゴンと続いてるもんな。そうなんだよね。まあ写真レンズに関するカール、サイスの貢献が大きいことの証左と言えるんじゃないだろうか。それではまた次回。